おめえだろうがよ。知らねえよ。おい、舐めてんのか。あ、おな、何が何が。俺のだって知ってただろうな。知らなかったっつってんだろ。あ、お前昨日よコンビニ行ってたんですか。おう、ほらこれ、ほらレベル高いだろ。あ、それ新製品のカップ麺、レベル高いっすね。あ、俺さ、新しいカップ麺出たら必ずチェックしてるからよ。マニアっすね。カップ麺は商品の入れ替え激しいからな。あ、油断してるとすぐに幻のなんて言われちゃって。そう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 。お前、あの場所にいただろう。いたって話なんか聞いてるわけねえだろうよ。なになに、どうしたの。もう、バンプ様、ちょっと聞いてくださいよ。カーメンマンの野郎、俺が買い置きしたカップ麺食ったんですよ。食ってねえっつってんだな。え、カップ麺を、カップ麺を。あーって、そんな驚くことじゃなかったかな。あの、ラーメンだかカーメンだか知らねえけどよ。てめえ、何回それ焼き休むんだよ。一回受けたからって、お前バカみたいにお前繰り返してんじゃねえよ。バカ、お前俺ならしらばっくられるとなんとかなると思ってんだろうな。うせえな、お前。あ、ガクガクすんな。ほら、顎それ取れちゃう。これやめろ。どかすぞ、これ。呪ったのか、この野郎。ほら、よしなって。もうカーメンマン君だって知らなかったんでしょ。そんなわけねえだろ。ほら、喧嘩はやめて。カップ麺代くらい私が出すよ。メラリオ君、これで買ってきなよ。ほら、3個でも4個でも。え、なんすか、なんすかそれ。え、悪いのはやつじゃないですか。なに、なに、どうしたの。いや、それはバンプ様が悪いですよ。え、そうですよ。そこでお金出されたらメダリオさんの立場がないじゃないですか。いや、ラーメン1個ぐらいで揉めてる自分が情けなくなるでしょう。3個でも4個でもっていうところ、かなりカチンときますよ。いや、カップ麺くらいってところもね。間接的にバンプ様自身をアピールしてるみたいに聞こえますよ。俺は太っ腹だって。そうそうそう。俺もそれ思いましたよ。なんでそんなに私が責められなきゃならないの。今回のレッドさんとの対決、あの二人で組むからさ。何？こう早く仲直りしてもらおうと思っただけなのにさ。もういいよ、知らない。ああ。メダリオさん来ませんね。時間ねえし、俺もう行くから。え、二次集合なのに。メダリオさん電話しても出ないんですよ。知るか、あんなやつ。でもあいつ一人で行って負けたら、その後気まずい気分になるんだろうな。死ねえ、サンレッジャー。うわっ、うわっ、ロックタグ。もうちょっと頑張れねえのか、おめえら。悪の組織だ。くそ。うわあ、またしたな。行くぞ、ツインテールアタック。ティッシュ。勝手に行くって悪かったな。いや、俺も意固地で悪かったよ。なんか言い出せなくなっちまってな。あるぜ、そういうこと。よかった、仲直りして。うん、あとはあの人だけだな。バンプ様、夕食できましたよ。今日はバンプ様が好きなおでんですよ。いらない。おい、手伝い連れてきたぞ。え？ほら、来いよ。あ、はいはい、失礼します。あ、バンプさん、はじめまして、内田佳代子です。あ、はじめまして、バンプです。うちのからお話はよく。あ、すいません、わざわざ引っ越しの手伝いなんて。え、引っ越し？ああ、引っ越しの手伝いで呼ばれたんだよ、私たち。おお、
はあ、びっくりした。レッドさん何も言わないから。人気のないところに連れて行かれて、今度こそ息の根を止められるんじゃないかとヒヤヒヤしたよ。いや、俺もすっげえそう思った。あの人急に呼び出したんですか？それじゃあバンプさんもお忙しかったんじゃ。いえ、特に。それに何しろレッドさんあっての私たちですから、ある意味ね、レッドさん。うるせえよ。お、そうか、空飛べるやつって言ったのは、俺たちなら引っ越しの荷物を空から運べるからですね。そうだよ、前のアパートの方にまだ冷蔵庫とか残ってるから取ってこいよ。はい。あ、モスキー君ね、悪いけど君はアジトによって私の割烹着持ってきてくれる？すっげえ、俺っすか。わかりました。荷物落としたら承知しねえからな。はい。あと、いつも使ってる洗剤もね、モスキー君。チュース。なんだこのやつ。おお、いた。でっけえ声出すな。佳代子に秘密なんだからよ。いや、すっげえ、俺これ今日見たかったんすよ。ならそれやるからよ、他のやつには黙ってろよ。え、いいんすか、いいんすか。すっげえ、すっげえ。だから黙ってろよ。え、なになに。てめえは来るな。あら、バンプさん、この洗剤使ってらっしゃるの？これ通販でやってるアメリカのやつでしょ。お、そうそう。ねえねえ、落ちる？まあ他の洗剤と変わらないけど、でもココナッツオイルとか自然由来の成分でできていて、地球に優しいところが気に入って使ってるの私。へえ。佳代子、箸は台所の引き出しでいいのか？そうよ、入れといて。あ、バンプさん、ハイド&なんとかって映画もう見ました？え、あ、その映画ならこの前新宿出た時に見たよ私。佳代子、カッターは？その辺にない？人に聞く前にちゃんと探した？で、あの映画って子役が可愛いですよね。あの子使ったおかげでワンランク上がってる、あの映画。後ろから熱出るから壁から離してね。はい。あと、くちばしで傷つけないように気をつけてね。はい。はい。すっげえ、この稽古と楽しっすね。ほんと、テキパキやってくれるわね。それに比べてうちの人と来たら。なんだよ。あ、レッドさん、フッ素加工の鍋は重ねると加工面が傷になっちゃいます。うるせえよ。世界征服企んでるのに細けんだよ。ちょっと、せっかく手伝いに来てくださってるのになんで叩くのよ。お前は黙ってろ。なんで知って。佳代子さん大丈夫ですから、私慣れてますから。一言余分なんだよてめえは。ちょやめてって言ってるでしょ。いいんだよ、こいつらは悪の組織なんだからよ。そんなんじゃどっちが悪でどっちが正義かわからないでしょ。あ、いや、あなた正義の味方でしょ。しっかりしなさいよ。ああ、もうまた始まったよ。なんかすげえ空気悪くなっちゃいましたね。もうすぐ終わるからさ、片付けに集中しようよ私たちは。すごい、半日で終わっちゃった。本当、バンプさんたちのおかげね。いやいや、そんな。じゃ、私たち帰りますんで。あ、ちょっと待って、引っ越しそば取るから食べてってくださいよ。いやいや、結構ですから。いいじゃないですか、せめてものお礼に。いや、ほら、私たちも引っ越し祝いも持ってこなかったし。いらねえって言ってんだからいいじゃねえか。多分戦闘員たちが夕飯作って待ってますんで、おそば食べると食べれなくなってしまいますんで、これで。あれから会ってないけど、レッドさん機嫌治ったかな。うわ、すげえ、ブルースは。今日の対決、半殺しで済みますかね。おお、待たせたな。おお、レッドさん。いやー、今日はいい天気だな。レッドさん。あ？その、佳代子さんとはその後。とっくに仲直りしたよ。そうですか。どうやら機嫌治ったみたいだよ。てか、すっげえ機嫌いいっすね。今のところはお前らのアジトに歩いて5分くらいだし、それもどうかと最初は思ったけどよ。近い分、てめえらに呼び出されてもすぐ対決に出てこられていいよな。ああ、そうですよ、そうですよね。よし、じゃあ早速始めるか。チュース。いやー、引っ越し万歳。この間は本当助かったわ。大丈夫、モスキー君。チュース。機嫌が良かろうが悪かろうが、そのヘビーブローによどみなし。天体戦士サンレッド。これは神奈川県川崎市で繰り広げられる善と悪の戦いの物語である。
バンプ将軍のサット一品。皆さんこんにちは、バンプです。今日は記念すべきコーナー第1回目。タイトルに私の名前がついちゃってるのが恥ずかしいんだけど、頑張らないとね。さあ今日の料理は簡単たらこスパゲッティ。たらこのスパゲッティはほんと簡単で材料も少なくておすすめ。それじゃあ材料の紹介。まずたらこ中ぐらいのものを1本、それとバターを1かけら、大きさ画面を参考にしてお好みで、あとお塩。スパゲッティ 1.5 人前、ちなみに1リットルペットボトルの口の直径がだいたい1人前の量みたいだよ。じゃあ早速お料理してみましょう。沸騰したお湯に塩を入れてパスタを茹でて、硬さはお好みでどうぞ。さあ次、パスタをグツグツしている間にたらこをほぐしてボウルか何かにバターと一緒に入れて混ぜておいて。いよいよクライマックス。たらこを入れてあるボウルに茹で上がったパスタを入れて、熱いうちによく混ぜて、混ぜたらお皿に移して、出来上がり。たらこスパゲッティ。お皿に盛り付けるのが面倒な人はたらこを入れていた容器のまま食べてもいいかもね。それも若さだから。味付けは基本的にたらこの塩味で、薄いなと思ったら塩で味を調整してね。お好みで海苔やレモン汁を加えてもいいかも。以上、バンプ将軍のサッと一品でした。またね。簡単ですからきっとレッドさんでも作れますよ。レッドさんでもってどういう意味だ。でもって